18番広本正久君の発言を許します。18番広本正久君。18番新生クラブ広本正久でございます。先に通告いたしておりました消費者問題に対する行政の取り組みにつきまして質問をさせていただきます。よろしくお願いをいたします。近年消費者に対する詐欺催眠商法等送りつけ商法等特に高齢者をターゲットにした詐欺や悪徳商法などの消費者問題が報道機関を通じて全国的に日常的な問題として取り上げられております。こうした状況の中昨年12月に消費者教育推進に関する法律が施行されました。消費者教育というのは、いう言葉は1920年代にアメリカで生まれたと言われております。1962年にケネディ大統領が安全である権利、知らされる権利、選択できる権利、意見を反映させる権利という権利、いわゆる消費者の4つの権利を明示し、1975年、フォード大統領が第5の権利として、消費者教育を受ける権利を追加いたしました。フォード大統領によって位置づけられた消費者教育を受ける権利は、消費者主権の考え方として、その後、世界に影響力を持ち、現在も引き継がれております。国内では、1968年、昭和43年、消費者保護基本法が制定され、消費者教育については、国が必要な施策を講ずるように定められております。2000年代に入り、国民生活審議会の議論を受けて、消費者保護基本法が改正されて、法律の名称から保護が削除され、2004年、平成14年に消費者基本法が制定されたことにより、保護される消費者から自立する消費者へと変貌していくことが求められているところであります。そうした中、高島市におきましても、消費者被害が数多く発生しております。今年の5月にあった買い替え詐欺は記憶に新しいところでもあります。市内在住の81歳女性にダイヤモンドの購入を勧めるパンフレットが届き、その数日後にダイヤを買えるのはパンフレットが届いた人だけで、他にも買いたい人がいるので高値で転売できるといううまい話を持ちかけられました。結果的に女性は代金3000万円余りを支払ったものの、送られてきたダイヤモンドは1万円以下の価値しかなかったことが判明し、ようやく騙されたことに気づき、警察に詐欺の被害を出されました。しかし、このように表に出てくるのは氷山の一角であり、とりわけ高齢者の消費者被害は拡大していくばかりで、被害者は後を絶たない状況であります。消費者被害を未然に防ぐためには、高島市としても高齢者だけでなく若年者も含めた消費者の学ぶ機会を提供し、消費者教育イコール啓蒙活動を進めていく必要があると考えます。現在高島市におきましては、県の消費者センターの指導を受けながら、消費者の権利と尊重の自立のための支援を行う消費生活相談が進められていると理解しておりますが、消費生活相談として、相談員として職員1名が相談業務に携わっている現状、一人で対応するのは負担が大きすぎるのではないか。また、消費者教育の推進に不可欠な出前講座等を実施するにも支障があるのではないかと考えます。そこで以下の質問についてお伺いいたします。 1.
高島市における消費者相談の過去5年間の件数はいかがですか。1ヶ月または年間。丸に消費者相談者の年代別件数と相談内容の項目件数はどうですか。丸3、消費者問題は多岐にわたっており、高齢者の被害も多いと言われておりますが、市役所内におきまして他の関係部署と連携して市民の消費生活を支援することが望ましいと考えますが、現状はどのようになっておりますか。丸4番、昨年12月に消費者教育推進法が施行されましたが、施行前と施行後等では高島市の消費者教育に対する取り組み方は具体的にどのように変化いたしましたか。5番目、消費者教育推進法第11条において学校における消費者教育の推進のために必要な施策を推進しなければならないとあり、義務付けされることとなりました。具体的にどのような方法が取られているのか、また今後幼児・児童・生徒の発達段階に応じてどのような消費者教育を進めていく必要があるとお考えか。丸6、消費生活相談員は現在1名ですが、専門的な知識のある相談員が1名体制では今後の消費者教育等の啓蒙活動や複雑化する、また多岐にわたる相談に十分な対応が困難であると考えられますが、担当部署としてどのようにお考えなのか、以上、適切なるご答弁をよろしくお願いいたします。18番、広本正久君の質問に対する当局の答弁を求めます。以上。山田康嗣市民環境部長。それでは、広本議員の質問番号1のご質問にお答えいたします。まず1点目の5年間の消費者相談の件数についてですが、平成20年度293件、21年度230件、22年度233件、23年度216件、24年度233件でございます。次ごとの相談件数につきましては、その年にもよりますが、多い月で約30件、少ない月で約10件でございます。過去5年間の相談件数は月平均して約20件程度でございます。次に2点目の相談者の年代別件数と相談内容についてですが、昨年度の年代別相談件数につきましては、20歳未満3件、20歳代4件、30歳代19件、40歳代32件、50歳代26件、60歳代33件、70歳以上77件、その他不明が39件となっており、60歳以上の相談件数は全体の約半数を占め、高齢者からの相談が多い結果となっております。また、昨年度の相談内容の項目別の件数につきましては、24分類で今集計をしておりますが、相談件数の多い順に申しますと、金融保険サービス関係が45件、運輸通信サービス関係が41件、食料品関係が27件、保健福祉サービス関係が21件となっております。次に3点目の市の相談体制についてですが、最近は高齢者が消費者トラブルに巻き込まれるケースが増えております。手口の巧妙化、悪質化が進み、被害内容も多様化しておるところでございます。特に高齢者の被害を食い止めるためには、家族の方はもとより高齢者の周りの方々、例
例えば民生委員から訪問介護委員などに高齢者の様子を気にかけていただくことや、異変を感じた場合市の生活相談課へ連絡いただくよう対策を講じているところでございます。また相談内容に応じて市の関係部署、納税課、福祉担当課などや警察、それから弁護士などと連携を十分に図り、適切な支援が速やかにできる体制を取っているところでございます。次に4点目の消費者教育推進法施行後の取り組みについてですが、昨年12月に消費者教育推進法が制定をされに至った経緯につきましては、消費者教育の必要性は以前から言われておりまして、学校教育におきましても学校指導要項の中で家庭科または社会科に消費生活に関する事項が取り入れられております。しかしながら高齢化やグローバル化、情報化などが進むにつれまして、消費者が身につけておくべき知識は日々変化をしており、学校、地域、家庭、職域などさまざまな場を通じ消費者教育を総合的、一体的に推進することにあります。この中で自治体に課せられた義務としては学校地域における消費者教育の推進、人材育成等となっておりますが、いずれも法改正施行前から取り組んできたことであり、今後も市民皆さんが安全で安心な生活が送れるよう取り組んでまいります。次に6点目の消費生活相談員の体制についてですが、現在1名の相談員が消費生活全般にわたりまして相談対応しておりますが、特に相談業務に支障をきたすことなく迅速適切な対応に努めているところでございます。今後とも関係部署や関係機関等と連携を図りながら消費者の視点に立った支援に努めてまいります。以上でございます。以上、上原重治出席教育次長。広本議員の質問番号1の5点目の学校における消費者教育の推進についてお答えします。小中学校では家庭科、社会科、技術家庭科等を中心に消費者教育を実施しています。小学校の家庭科ではモネや金銭の大切さ、計画的な使い方、上手な買い物の仕方について学びます。例えば上手な買い物をするために計画を立て、下調べを行い、情報収集する活動を通して目的に合ったものの選び方や買い方を考えたり、上手なお金の使い方ができるように契約やお金の支払い方法等について学んでいます。中学校の社会科では消費者の保護、技術家庭科では消費者の基本的な権利と責任、販売方法の特徴、適切な選択、購入、活用について学びます。例えば社会科では製造物責任法や消費者基本法に触れながら、消費者庁はどんなところでどんな仕事をしているかについて学習しています。技術家庭科では具体的な場面を設定して生徒自らが消費者トラブルの解決方法を考えるなど、より良い消費生活に焦点を当てた授業を行っています。小中学校どちらも学年に応じて実際の場面を想定しながら考えたり、消費者庁作成の DVD や滋賀県発行の副読本を活用するなど、児童生徒の身近な消費行動と関連させた実践的な学習を行っています。今後とも法律の趣旨を深く受け止め、商品に関する知識や情報を広く収集し、判断力を備えた自立した消費者を育てることを目指した消費者教育を積極的に推進していきたいというふうに考えております。以上でございます。以上、平本君。はい、それでは再質問に移らせていただきます。質
問の順番に質問、最終問させていただきたいと思うんですけども、多少前後することがあるかもわかりませんけども、許しをいただきたいと思います。まずですね、一番目に、消費者の、相談件数ですね、これにつきまして、まあ、月平均20件ぐらいがあると相談されているということですけども、この20件ということにつきましてですね、部長どのようにお考えですか。山田市民環境部長。お答えいたします。まあ、人口規模にいたしますと、まあ、こう県内の状況を含めて考えますと、まあ、決して、まあ、こう多いというところではないかな、多いところではないとは考えておりますが、ただ、まあ、いろんな、まあ、この相談の内容という部分で、いろいろとこう変化がしてきているのかなという感じはしております。以上。平本君。ですね、まあ、人口比、今おっしゃいました、これは人口比もあるかも分かりませんけどね、多い少ないというのはね、やはりどこまで市民の皆さんが市役所に対して信頼を置いているか、またそれに対してですね、啓発運動ができているかということのバロメーターであり、少ないことが決して良いものではないということは言えると思うんです。やはりどんどん相談していただく、今のね、この社会状況を見ておりますとね、いろんな問題がですね、たくさん出てきております。そうした中でね、これ見ておりますと、24の233件ということでですね、そんなに変わってないんですね。ところがですね、今のこの現状を見てますと、買い替え商法から送り付け商法からですね、もういろんなことがですね、山のようにこう来てるわけですね。当然それに対してですね、相談件数も本来ですと多くなるはずだなと思うんです。まあ、そうした中でですね、まあまあ、そういうことは後でもう一度後の方で質問させていただきますけども、この相談はですね、来庁されて相談されているのか、それとまた電話で相談されているのか、そこらの割合というのはどのようになってますか。山田市民環境部長。やはり、まあ、窓口に来ていただいて、相談いただく件数と、まあ、電話で、まあ、こうする件数にしますと、やはり、まあ、電話で相談される件数の方が多い状況です。以上です。以上。平本君。はい、なかなかですね、やはりその顔を見せづらいなと、やはりちょっとでも電話で顔を知られたくないなというのがその人数だと思うんですけども、まあ、そうした中ですね、まあ、消費者ホットラインというのが、まあ、あるわけなんですけども、まあ、それ以外にその高島市に直接消費者相談につながるですね、電話というのはどのようになっておりますか。山田市民環境部長。いわゆる、まあ、こう市のいわゆる体制といたしまして、相談員がおりますので、まあ、そこで、まあ、直接相談を受けさせていただくというような、まあ、体制でおります。平本君。すみませんね、もう一度私の質問の意図が伝わらなかったみたいで、私の質問が悪かったのかも分かりませんが、電話をされるのに直接消費者相談者に通じる電話はあるのですか。山田市民環境部長。担当が、生活相談課でございますので、その中にいわゆる、まあ、相談の担当という、まあ、相談員がおりますので、そこに、まあ、直接、まあ、かけていただくということでございます。以上です。平本君。ということになりますとね、まず市役所に電話して、交換が生活相談課に回しまして、そこから、また相談員に行くと
いうようなことですね、いくつもいくつもの通るわけですね。非常に不便を感じるわけですね。そこのところですね、やはりそういう市としてのホットライン、消費者相談に対するですね、そうしたものを引けないか、やはり少しでも住民に対してですね、その財産を守る、そうした意味でもっと気楽にですね、相談できるようにしないと、いち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 電話交換通じて、いろんなところを通じてですね、やっとそっちに行くんだというようなですね、非常にそれは不都合だと思うんですけども、そこらのところはどのようにお考えですか。山田市民環境部長。直接、まあ、こう市民の方からそういうのは、まあ、苦情といいますか、まあ、相談はないわけですけれども、できるだけ、まあ、そういう、まあ、即時に、まあ、迅速に、まあ、対応するという部分では、やはりそういう一つの、まあ、こう方法かなというふうには思いますが、いろいろなこう意見なりこう聞いた中で、また、まあ、研修も含めて、適切な、まあ、対応させていただきたいというふうに思います。以上です。以上。広本君。それではですね、先ほどの答弁の中にですね、相談ケースが多い順では金融機関、金融保険サービス関係が多いということです、が具体的にですね、こう金融保険サービス関係というのは具体的にどういったものを指しているわけですか。山田市民環境部長。お答えいたします。最近ですとやはり、こう海外の先物取引とか、まあ、そういうふうなものがこう最近のこう事例では多い事例でございます。以上です。以上。平本君。はい。ですね、それではですね、最近ですね、答弁の中でまだもう一度質問いたしますけれども、答弁の中ではですね、最近高齢者が消費トラブルに巻き込まれるケースが増え、手口の巧妙化、悪質化に進み、被害内容も多様化し、そうした中、相談内容に応じて関係部署や警察、弁護士などとの連携を十分に図り、適切な支援が速やかにできる体制を取っているということを、答弁されております。そうした中でですね、市の関係部局とは、関係する部局というのはどういった部局のことであって、そことですね、具体的にですね、どのような体制を捉えているのか、どのように協力しているのか、本来、市というのはなかなかですね、こういったものは縦割りでなかなかそういったものの関連ができてないんですけれども、具体的にですね、どのように関連されているのか、お尋ねいたします。以上。山田市民環境部長。お答えいたします。特に、まあ、事案にもよるわけですけれども、一般的には、いわゆる、納税課、それから、福祉担当では、包括支援センターとか、保健師さんという、そういう、こう関係になってくるわけですけれども、それと、いわゆる最近こう多重債務という部分で、そういう、相談もこう増えておりまして、市の中で多重債務対策連絡会議というものを作っております。その中でいろいろ情報交換、それから多重債務にかかる知識の向上といいますか、それから包括的な支援をしていくというような形で、いわゆる市内町内関係の全部で18部署をその中に社会福祉協議会も含むわけですけれども、それで情報交換なり、こういろいろな対策、対応について、検討しているところでございます。以上です。山本君。ですね、分かりました。今の、配ってですね、しっかりやっていただけたと思うんですけれども、今のお話でもあるようにですね、やはりそのいろんな多重債務とかこうした問題はですね、なかなかこの素人ではできない、やはり弁護士、警察とやはりそういったところにですね、いろんな、相談を持ちかけ、また、助けてもらわなきゃならないという形があるわけなんですけども、そうしたことが思いますとね、生活相談課という組織上、また配置上の問題としてね、
生活相談課は、市民窓口相談の観点から市民環境部に、まあ、所属しているということなんですけども、法的な問題点の解決、弁護士とかですね、今先に言いました、そうしたことをその連携を考えていくということになりますとね、これはですね、やはりその市民環境部じゃなく、やはりその総務部に当然これは属していかなあかんのと違うんかと思うんですけども、総務部長どう思われますか。白石武総務部長。お答えいたします。まあ、現状ですね、各部局からそうしたその相談内容がありましたところ、総務部行政課の課長が窓口交渉整理をいたしまして、弁護士の方に要請をするというところは総務部の方で行っております。広本君。ですね、そうした中でね、もう連携取るのもいいです、それはいいですけども、あまりにもこう手を変わるとですね、十分な対応ができない、そうしたこともありますんでね、まあ、今後の、まあ、課題として、そうしたこともですね、やっぱり政策相談課の中でもやっぱりそうしたことについてはですね、所管をそっちの方でですね、するようなことも今後検討する材料になるんじゃないかと、検討課題じゃないかなと思いますので、一つよろしくお願いいたします。次にですね、消費者教育推進法の、取り組みにつきましては、施行前から取り組んできたとの答弁であります。非常にそれは、先見の目があるということで、非常にありがたいことだと思います。やはりまずですね、こういったことはそういうことで、問題が起こる前にですね、それを起こらないようにするということが、これ非常に大事なことでありますので、問題を解決したことに対して解決だけをしていくというのは、これはもうね、やはりありませんので、やはりそうなしないようにするということ、そういったことではですね、積極的に、この答弁を見ておりますとですね、積極的に、取り組んでおられると、いうことなんですけども、そこで、お尋ねしたいんですけども、1968年成立した消費者保護基本法、そして2004年に改正された、消費者基本法、そしてですね、新たに消費者教育推進法ということにあるんですけども、この、各3つにつきまして、どういった法律だったのか、ちょっとご教えていただけますか。山田市民環境部長。お答えいたします。消費者、まあ、基本法という法律でございますけれども、これはまあ広く消費者のまあ利益をまあ擁護するとか、それから、まあ、増資に関して、まあ、基本的なまあこう理念を定めておるものでございまして、国などのまあこう責務というものをこう明らかにした、いわゆる、まあ、こう施策の消費者施策の、まあ、基本となる、まあ、事項をこう定めたものでございます。ただ、まあ、推進法につきましては、特に、まあ、先ほど申しましたいろんな、まあ、こうグローバル化、また、まあ、いろんな、まあ、こう時代の流れの中で、いわゆるそれを、まあ、事前に、まあ、防ぐという部分で、一定、まあ、自治体に対してのこう義務化といいますか、そういうものを、まあ、課せられるというような、まあ、こう今の時代のそういう状況に合わせた中で、こう制定をされたということで理解をしております。以上。平本君。もう一つですね、はっきりと理解できないんですけどね、まあ、先ほど通告でも言いました、アメリカでそうしたことができたということなんですけども、私が理解している中ではですね、1968年にですね、保護基本法ができたと。これはですね、昭和30年代の後半からですね、まあ、水俣病、サリノマイド、そして森永ヒ素、
そうした問題がですね、非常に多く出てきたと、そうしたことからですね、行政機関にですね、対応を整備するために、作られた法案だというようなことを、聞いております。そうしたことからですね、その後ですね、2004年までずいぶん時間があるんですけども、その基本法の中にはですね、基本法というのにはですね、やはりその前にですね、やはり食品衛生、賞味期限切れから、中身内容、食品の中身が違うとかですね、そうした問題からまた、Windows が、発売されて、デジタル化されたということで社会現象もだいぶ変わってきたと、そういったことから、基本法が、保護から基本になったと、消費者の権利の尊重、そして消費者の自立の支援ということが新たに加えられてですね、基本法というのが成立されたということだと私は理解しております。またですね、教育推進法というのはですね、やはりそうした中でね、先ほどから言っておりますように、非常に多くの悪質のですね、巧妙な手口によりますですね、詐欺、等が発生しております。そうした中で、やはり消費者の皆さん方がですね、しっかりとそれに騙されないようにですね、しっかりと、勉強していかなければならない、というようなことをですね、さらに再認識してもらうと、そういった意味においても、やはりそういったものができたのではないかなと。特にですね、これができたのはですね、議員の方からですね、国会議員、特に女性陣の方からですね、消費者庁要請があり、そしてそうしたものにつきましても、ぜひともやらなければならない、消費者の目から見たりですね、女性の目、また消費者の目から見てですね、そうしたものをしっかりと消費者を守ると、そのためにはまず、しっかりとした教育をするというようなことでできたのではないかと私は理解をしているわけでございます。そうした中でですね、4度目の答弁の中でもですね、消費者教育については法整備前から取り組んできたともあり、今後も市民の皆さんが安心で安全な、ごめん、あとで元へ、安全で安心な生活が送れるよう取り組んでまいりますと、こう答弁されているんですね。今後も皆さんが安全で安心だということで、答弁されているんですけども、この答弁を聞いておりますとね、今のこの現状、このようにして取り組んでいることで、今で十分なんだと、満足しているんだというような答弁にこう聞こえるんですけどもね、そこのところいかがですか。山田市民環境部長。お答えいたします。今まで、からもそういう、啓発といいますか、そういう、部分では取り組んで、来ておるところで、ございます。ただ、一旦このような、被害に遭いますと、なかなかこう解決までにはこう難しい状況でございますので、まずは被害に遭わないような形で、いろんな場面で啓発を行うということで、特に、昨年からこう取り組んでおる部分で、出前講座ということで、各地域に出かけまして、特に高齢者の方を中心にして、いわゆる被害に遭わない、いわゆる被害の拡大を防ぐということ、それから被害を受けないための方策といいますか、そういうようなものについて、講座の中で説明をさせていただいております。特に今年度につきましては、そういうのはこう事例といいますか、被害も相談件数も増えておりますので、すでに今年度9月までで18回の出前講座というものを実施しておりまして、引き続き今後とも啓発活動に努めてまいりたいというふうに考えております。以上です。平本君。生活相談課寄せてもらいまして話を聞かせていただきました。非常に頑張っておられます。一生懸命されている姿はよくわかります。そういう中ですね、そういう中ではありますが、やはりこれは避けられないことではありますけども、
今年入ってから非常に多くの詐欺に遭われている方がおられますね。この半年間、1月から、6月、7月ぐらいまでですね、どれぐらいの被害額があるかご存知ですか。山田市民環境部長。お答えいたします。その相談件数についてはこう把握しておりますが、こう被害という部分ではちょっとこううちの方では現在のところ把握はしておらない状況でございます。平本君。やはりですね、答弁の中にもあります警察、弁護士、警察等との連絡また情報提供をいただくということを、ここに答弁にもされていると思うんですけども、そうした中でですね、件数だけでですね、どれぐらいの大きなもんやろう、どれぐらいの被害があったんやろうと、そうしたことはですね、やっぱりこれしっかり捉えておかないと、これ前進まないんちゃいますか。件数は少なくてもね、大きな被害が非常に多くあるということもあります。やはりそうした被害がないように市民の財産を守るために市としてどうするんだと、そのためにはですね、しっかりと情報提供、情報把握、そうしたものをしていかないとこれはダメじゃないかなと思います。私が知る限りではこの半年間でですね、4000万弱の、金額的に被害が出ております。その中の一つに3100万ほどですけども、一見の方でですね、そうした被害に遭われている方がおられます。それ以外にですね、700、800万の被害に遭われていると、それ分かっている範囲内だけです。例えば、売り付け、送り付け商法、ああいうのはですね、例えば数千円から数万円という形の中でしておりますので、来ておりますので、もう煩わしいからもうお金払うという方がたくさんおられる状況です。そういうことはなかなか把握はできないと思います。言いませんから、もうそんでええわと、もうそんなもんで済むんだったと。けどもですね、そうした方を少なくするためにもですね、実際今高島市でどれぐらいの被害額があるんだ、それに対してですね、どう対処していかなきゃならないか、被害額もわからないのにですね、対応はできないと思いますので、そこのところも十分ですね、警察とも密接な連携を取っているということですので、そこのところもしっかりとですね、取っていただきたい、と思います。ですね、それとですね、もう一つ、市の方でも、非常に頑張っておられるんです。何にもサボってもおりませんし、一生懸命されております。そうした中でですね、今日も朝からですね、これ見てきたらですね、これたくさんのものが、リフレットが、この相談窓口のところに置いてあるんですね。これいろんな、私もこれ初めて見ました。こんなたくさん、ようけあるな、思って、これ、いっぱいこれ、社長も、市長もご存知じゃないかと思うんですけど、これたくさん、いっぱいこれ、一生懸命です。この中で県のもありますし、国民生活センターもありますし、高山市もありますし、独自でやってるのもあります。これの活用方法を教えてください。山田市民環境部長。お答えいたします。窓口に来られた時に配布をさせていただくことと、あと地域に出かけまして、その特に出前講座とかそういうなところで、配布をして、いわゆる啓発に使っているという状況でございます。以上です。平本君。はい、今ご答弁ありました、相談書いた方にどうぞ見てください、そして出前講座に書いた方に配布しますということです。それは最低限度、それは大事なことだと思います。ただ今お話をしているのは、消費者教育という面ではね、来た人に相談に来られた人にこれどうですかって、これも後の祭りですね、いくら見えてもダメですね。そして出前講座、これは有効です。今お話を聞かせてもらいますと、18件今年あったということでありますので、それも非常に努力されています。見ておりますとですね、非常に少ない人数でね、あれもこれも大変な、これ職員さん大変だと思います。そういった中でされております、おまけに出前講座までされているということですね。これ大変だと思うんですけども、出前講座のこれからの予定どのようになっているのか教えてください。山田市民環境部長。
今のところは、まあ、9月までということで、今後は、まあ、具体的にはちょっとあのいつに どこの地域を行くというのはそこまではちょっとまだ決まっておらおりませんが、またそういう、まあ、要望なり、それから、まあ、社会福祉協議会との、まあ調整の中でまた今後、まあ、地域、回る地域、また対象というのを決めていきたいというふうに思います。広本君。はい、ですね、先ほどから何回も言ってますけども、消費者教育は非常に大事なものです。そういう中で出前講座も非常にありがたい大事なことです。ところがですね、その今の部長のお話聞いてますとですね、要請があれば行きますよと、まあ、要請ないところはほっとくんですか。そしてそういうことを知らないところはどうするんですか。私はそうじゃないと思うんですね。やっぱりこれだけ大変なんですよ。テレビやラジオやらいろんなところでじゃんじゃん言うてます。高島市でも3000万からの騙されました、そしてわからないところはたくさんまだまだ、見えてないところたくさんあります。そうした中でですね、これ大変な事態が起こっている中でですね、要請があれば行くんじゃなく、こちらからですね、自主的にですね、今大変な状況ですよ、特に高齢者の方々にはそういったことの被害がものすごく多く現れてますよ。実際問題、表に現れるのはこれだけですけれども、現れない部分は非常に大きいですよと、そうしたことを非常に大事なことです。ぜひともこれは一度勉強会させてください。そうしたことで自発的にですね、やはりこれ行かないと、そうした消費者教育、これ自体がやっぱり義務付けされてるんですね。消費者教育しっかりしなさいと。そうした中、要望があるところだけというのはですね、非常にこれおかしい話でもありますし、またですね、9月までは決まってますけど、それから先は決まってないって、もう9月終わりますよ。まあ、後半は一つも決まってない。これから決めるんでしたら、もうそれだけでもだいぶ時間が遅れます。そうしたことを見ればね、先ほどから何回も言ってますけども、本当に忙しい、人数少ない中で忙しい、大変なことだとよくわかります。けれども、そうしたことについてもですね、しっかりとですね、計画を立てて、計画的に、やはり行かなきゃならない、高島市内200からの、自治会組織あります。そうした中18というのは1割しか行けてません。でそうしたことを考えると、こういう中年々次から次から手口も変わってきます。そしてまたですね、防災でもいろんなこと言ってます。今変な、ものが売りに来てますよ、どうのしてますよということもあります。そうしたこと非常に大いに参考に、大いに使っていただくのは大事なことです。それも一つだと思いますけれども、そうした中、やはり職員さんがですね、僕前から言ってるんですけども、やはり忙しい中ではあり、非常に申し訳ないですけども、汗をかいていただくということが、非常に大事なことは、一生懸命やってる姿をやはり見せていただくということが、非常に大事なことだと思うんですよ。そこらのところについてですね、あめたくさん言ったし、何を答えられていいか分かりませんけども、今後の計画なり、思い、お聞かせください。山田市民環境部長。この、まあ、消費生活の、まあ、こう相談なり、そういう、まあ、被害というのはできるだけ、まあ、こう事前に、まあ、こう防ぐということが まずこう大事ではないかなというふうには考えておりますし、この、まあ、こう半年の間に、まあ基準こう牧野からこう新朝日まで、6つの地域を、まあ、2回ずつこうずっとこう回らせていただいたということでございますが、引き続きまして、もう少し、細かな地域といいますか、エリアの中もこう入って、中で、できるだけ、まあまあ、こう被害を防止するような、形で今後とも、まあ、しっかりとまあ取り組んで、参りたいというふうに思います。以上です。以上。平本君。ですね、まあ、部長のおっしゃることもよくわかるんです。人も少ないし、どうせというんやと、18あってそんな一生懸命だと思います。そういう中でね、今やはり相談、消費者相談員というのはですね、お一人おられます。一人の方で一生懸命これされてるんですね。ところがですね、
いろんな方からお聞きしますとですね、電話しても、電話してもですね、かからないじゃないですね。電話しても今日はお休みですよと、今日は今ちょっと今いませんというような形のことがですね、ちょくちょくあるみたいです。それは仕方ないですね、それは。と言いますのは、やはりね、一人でね、そんだけのことをね、されるということがですね、それはもう大変なことだと思いますね。以前はですね、相談員が2名体制でされてもらいました。まあ、そうした中でお互いに2人で相談しながら、まだ休みが交代しながらですね、いろんなことでこう調整ができたわけなんですけども、これだけ大変なですね、手口の悪どい、いろんなことがある中でですね、一人というのは非常に不思議じゃないか。前2名だったのがなぜ1名になったんですか。山田市民環境部長、お答えいたします。県下のまあ状況を見てますと、大体こう高島の5万人規模という、まあ、人口規模といいますか、そういう中で、大体まあ1名ぐらいです。で、まあまあ、市によってはまあ7万8万という人口規模ですと、こう2人というような、まあ、こう県内の状況、まあ、そういうような状況でございますし、まあ、市におきましてもできるだけ、まあ、こう市民の方の相談に、まあ、しっかり答えられるような、まあ、体制というのはこれも必要になってきますし、まあ、そこら辺を含めまして今後、まあ、いろんな角度から考えてまいりたいというふうに考えております。広本君。すぐにですね、人口どんだけで何人ということを言われるんですね。今被害に遭われている方は高齢者です。高齢化率から考えられましたか。人口よりも高齢化率が多い、非常に65歳以上の人が多い中でですね、非常に多くの人が騙されている、そういう中でですね、やはりそうしたこともですね、人口だけじゃない、そうしたことも勘案しながらですね、やっぱり考えていただきたいということと、もう一つはですね、やはりその出前講座するにしてみてもね、やはりですね、そんだけ少ない人数でかわいそうにすること自体がこれは無理があると思います。やはりしっかりとですね、やっぱり増員をして強力な体制を取る、もちろん予算的な財政的な面はありますけれどもですね、やっぱりそのところも十分配備しながらですね、今後しっかりとした出前講座をしながら、坂下の市民を守るということをですね、検討していただきたい。まあ、ここではなかなか部長も返答できないと思いますし、まあ、そういったことを今後の検討課題としていただきたいと思います。次にですね、もうあと3分しかありませんので、学校における消費者教育についてちょっと質問させていただきたいと思うんですけども、学校に、小中学校は家庭科、社会科、技術科、家庭科等ということになっているんですけども、家庭科等というのは具体的にどういったことを言うんですか。手短にお願いします。上原市教育次長。お答えいたします。今挙げましたのは学習指導要領に記載されている教科でございますが、それ以外に、特別活動ということで学級指導の中で、指導する場合もございますので、等というふうに付けさせていただいております。平本君。分かりました。そしたらですね、その指導しているのは先生方だと思うんですけども、先生方をの研修の場というのはどのようになっているんですか。上原市教育次長。消費者教育が、取り組まれるようになったのは、現在の学習指導要領の中でさらに大きな比重を持ちましたが、そのことから県の方で消費者教育指導者養成講座というのが持たれました。各学校から、その講座に参加して、そしてその内容を学校で持ち帰りまして伝達講習をして、実施しております。以上でございます。以上。江戸本君。ありがとうございます。まだまだ質問したいことがあるんですけども、あと1分足りませんので、まとめさせていただきたいと思います。とにかく、消費者、保護法から消費者基本法、
そして消費者教育法と、変わってまいりました。まあ、そうした中、我々、高島市としてしっかりとですね、消費者に対してですね、被害の被ることのないようにですね、しっかりとしていく、そのための体制を、万全の体制を取っていただくということが、非常に大事なことだと思いますので、そうした意味におきましても、ぜひとも非常に少ない、メンバーで今、市の職員おりますので、そうしたことも十分勘案しながらですね、市長、一つ、今後の方針をちょっとよろしくお願いしたいと思います。もう結構答弁結構です。はい、ちょっとよろしくお願いします。それで終わります。以上で18番、広本正久君の質問を終わります。